ですから新しい科学を見つけるってことは、今までないものを見つける、ない反応を見つける、ない機能を見つけるということなんです。なのでそのこれまでないことを編み出していくということと同時に、それをその他の一つに対してその証明していくということ、まあ、その2つを組み合わせることがやっぱり関係ですね。で、そのやっぱりバックにあるのはやっぱり探究心ですね。なんか分かるっていうんですか、なんか解けるっていうよりは、なんか理解できる楽しみってなんかありますね。そうですね、何か一つのことを発見すると、それまでおぼろげなつながりしかなかったものがはっきりとつながってくるということがあって、パズルのなんか何かがこうパッぴったりぴったりこうはまるような感じだったり、身の回りにある物質とかの秘密がどんどん分かっていくっていうのが一番楽しい部分で、安住してしまって、まあもう便利だからもうやることないなっていう感じでやっていくと、もう逆に人類はもう衰退していくと思うん で、ただ単にそれを面白いなと思うだけじゃなくて、やっぱりそれを証明していく。自然科学って自然の中に埋もれている法則性を見つけ出してくるということだと思うんですけども、そういうのを見つけるのが僕らの仕事なんです。